プロスビエースということで3回目ですね。あの前回はですね、吉田がホームラン打って勝ったけどリタイアされたっていう中での、でもガチャ良かったでしょ。しっかり22連で1位引くってなかなかないでしょ。しかもなんか石川がリア台でめっちゃ使えるっていうあのコメント欄にいっぱいあって、あ、じゃあ当たりなんやと思いながら、まだまだちょっと初心者なもんでね、よくわかんないっていう。だってあのリア台も2週間前の動画でから初めてリア台し続けてるから、大げさに言ったらプロスピ歴3週間ぐらい。とりあえずは今は無課金、1円も使わないで無課金でどこまでいけるかっていうのをやってて、もう限界やってなったら多少は課金しようかなと思いますけど、あの無課金でどこまでいけるかを、まあ、頑張っていきたいなと思います。ということで今日も公開試合ですね。ちなみに今はシルバーランク2-2まで来ました。35勝32敗、かろうじて5割超えてます、勝率。でもだからレベルが上がれば上がるほど打てなくなってきてるっていう残念な結果になってきてますけど、でも最長は8連勝ぐらいしたんですよ。お、対戦相手決まりました。お、有原だよ。有原って確かめっちゃいいっていう評判ですよね。さあこちら先発 DeNA 東投手です。トミージョンしましたけど来年頑張ってほしいです。あとね、やっぱりザッキーチームの一番の課題は下位打線が弱すぎるっていうね。さあ1番亀井行こうよ、先頭バッター出ようよ、思い切って。さあインコース来いよ。あといろんな、あーピッチャーゴロ。いろんな人が言うにやっぱりインコースがリアタイ有効だよっていうことは、みんなインコースしか攻めないから、もうインコースだけ待っとこう作戦、それでなんとか打っていこう。インコースだけ待つ。あいったー、失投を逃さずホームラン。いい、先生いい。インコースだけ待って、インコース、もう無理やり打ってもた。シャーってないね、なんかよう出てくるなこのスタンプ。インコース、インコースだけ待っての、あ、タイミングが分かった。あ、アウトコース、あ、先っぽ早い。インコースだけ、インコースだけ待って、インコース来い。あ、これ実践でよくあるパターン、残念。まあまあ先制点取ったんでいいですよ。この相手ようスタンプ押すな。もうまずは坂本インコース、ストレート低めから、お、いいね、コーナーついていいね。あとツーシーム、同じところから、おお、いい、コントロールいい。よし、チェンジアップ振れ、低めの、キュッと、あ、ちょっとコースずれた。ツーシームでアウトコース、インコース見せて、最後アウトコース、ああ、じゃあインハイで三振しろ。ん、簡単に打たれた簡単に打たれてるし、追い込むまで良かったのに。よし、スライダー、ここはボール入りで、ボール入りから、そう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 、慌てるな。ツーシーム、またヒーローのツーシームの出し入れ、中心に行こう。差し込まれてんな。これもまっすぐ続けた方がいいね、ツーシーム低めに。お、ね、進塁だか、進塁だったらまあまあいいね。さあおかわりくん、ここ踏ん張りどころよ。チェンジアップ低め、ファール打て、もしくは空振り。ああ、ちょっとコースずれてる。よし、高めのツーシームで詰まらそう。おお、何これバンド、え、スクイズやし、ていうかおかわり君スクイズやし、しかも決められてるし、なんなん、おかわり君スクイズとかあんの、え、見たことないで、実戦でおかわり君スクイズって。大谷翔平、これもインコースのツーシームで、え、おかわり君スクイズとか、え、したことあんのかな、おかわりスクイズ、そもそもって追いつかれてるし。さあ、どの先行こう。インコース、インコースだけ待って。うん、なんかもう早いゲーム難しい。お、ああ惜しい。インコース、もうインコースだけ、インコースだけ待っての対応。ちょっと早いのか。うっ、ああ失投、ミスった。失投ミスった、そこちゃんと打ちた。お、中村翔吾行け、
インコースだけ待っとコンパクトなバッティングいつも見たいな。もうサークルチェンジボールよく見逃してるよ。インコースインコース、あーもうそこら辺はもうほっとけ、空振っちゃったけど、インコース、おーっと何やっとんねんって。カット、あカットしたつもりがファーストゴロ。さあここは抑えようよ、バレンティン。やはりなんか相手が切断されました、しばらくお待ちくださいって。これって待った方がいいんですかね、皆さんどうなんですか。もうでも待たないで、どうせ勝っちゃうんだから押して、はいはい、勝ちました。相手が復帰するまでに勝利ボタンを押して勝ちました。え、これってどう、これはどうなんですかね。とことん待った方がいいのか、それとももうそうなった時点でボタンをポチッと押して勝った方がいいのか。でも勝ちじゃんって、皆さんどうなんですか、コメント欄。これはあり、これ何が正解なんですかね、いいんですかね。でも別にルール違反じゃないもんね、電波が悪い人がもうの責任だよね。皆さんちょっとコメント欄で、ちょっとまあ初心者なんですよ、初めて3週間だから、なんかあの暗黙のルール的な、なんかあのあるんですかね、紳士協定的なルールいないルール、よかったら皆さん教えてください。勝ちましたまあでも、もう一試合行きましょうか。さすがにあれだよね。さあ、もう見元。さあ、こっちは乗り元。本当、下位打線の7、8、9が弱いんだよね、俺のチームは。早くガチャでそこ引きたい。センター、キャッチャー、DH が弱い。弱すぎる。さあ、行こうよ、乗り元。乗り元は打たれへんやろ。いやなんか今度俺が通信中になってる人が多いけどいいと。まずはストレートインローにビシッと。おお、また俺先頭よ、ヒット打たれるなマジで。なんでそんな簡単に打たれるんやろ。よしスライダーアウトコース、ボールになってもいいよ。おお、そうそうそう、やっぱあれからストレート意識してんのかな。よし、もう一回そっかアウトコース、フォーク振れ、振らへんな。まあでもアウトコースで引っ掛けさせてゲッツとか、おっ、いいショートゴロ、いいですねー、ダブルプレー。さあ、フォーク、おい、振って振って振っていこうよ、続けよう続けよう、同じ高さからこれ、お、今度は見たね。よし、じゃあそこでスピリットでフォークと見せかけてあんまり落ちないから、はい、見逃し、いいよ、こうリードいいよ、今度は落とすよ、ふい、おーし、セカンドゴロ、オッケー。ヒットは打たれたものの三者凡退。さあ攻撃行こうよ、ミマちゃんをどうよ。でも相手ね、相手ジャイアンツがホームだから、ユニフォームジャイアンツだけど、ミマはひょっとしたらジャイアンツに行ってたかもわかんないから、このユニフォームなのね。行こうぜ、あ、もう、まっすぐ、俺もほんと反応エボいわ。ああもうアウトコースほっとけって、もう何でも振るやんけ。もういいよ、そこよ、いいよ、見極めてるよ。もういいよ、いいよ、見極めてるよ。ストレート系か、今度合わせろ。ああ合わせられず、坂田さん、あ、読み当たってんのになんで合わせられへんねん。インコースだけ張っていこう。うわあカット、スライダーか、いい感じ。ああ、まっすぐ詰まる、もうまっすぐ下手くそ、まっすぐ難しいな、ほんま合わせるの。あ、フォーク、早い、早いのか。インコース、インコース、高め、ああ全然ストレートに合わしきれてない、カーソルを。フォーク三振、残念残念、俺の技術下手くそすぎる。ストレートインコース、フォークじゃないストレートよ。おい、詰まった、よしよしよし。長野、じゃスラープでファール打ってくれたらラッキー。いいよ、まあボール入りでいいよ。ストレートインハイ、詰まれ。じゃフォークを高めから落としてみようね。おお、おー危ない、レフト裏、
行ったかと思った。じゃあストレート、インコース。これも簡単に打たれるな。なんでこんな簡単に打たれるんだよ。よし、これスローボール、ファウルで、そう緩急つけていこう。フォーク、同じ高さから。あ、うわー危ない調子に乗りすぎて嫉妬した。通告ほんまにどころ。ボールがどっから落としたかな。ストレート、あー耐えた耐えた。一発打たれなくてよかった。かなり押されてるけど俺。マッチ行こうよ。インコースが回って、もう目緩急に翻弄されてるし俺。一発合わせればいいや。インコース、なんでそこ合わし切られへんの。ストレート早いな。ああシュートかフォークかと思った。もうヘルに逃した。はは、まっすぐ全然対応できん。もう振り遅れてるし、やばい、打てない。もうフォークに翻弄されてる。インコースけえへんな。アウトコース全部やられた。さあ延長戦です。ここ踏ん張っていこう。でも俺ヒットノーヒットやから打たないと負けちゃう。バントバントバント、おおピッチャーフライ。いいよいいよ、このワンアウト大きい。さっきスクイズされてるからな、おかわり君。ダブルプレー行きたいね。スライダー詰まれ。フォークじゃないよスライダー。わー見ました。フォークアウトコースに甘い。お、ピッチャーゴロ、はい、ゲッツー、オッケー。さあ、最終回かけよう。でも俺、ヒット打たないと、多分ポイント差で負けちゃう。勝負いけ。って言いつつ、バンド、ここしっかり送りたい。1点取ったら勝ちやろ。送れよ、しっかり。いいね、ナイスバンド。ナイスバント。さあ、梅ちゃん行こう。梅ちゃん一発で行こう。この7、8、9のヒン打線。全然。ボールの、よく見てる。アウトコースもあるから、真ん中で。おー、フォーク、もういいよ、見極められてるよ。お、いいね、スリーボール。お、フォアボール、ワンアウト満塁。さあ、B の秋山、ここはもうあれや、代打や。誰にしよう。一応里崎も入ってますけどね。雄平行こう。雄平なんか打ちやすい。ここで点取らなきゃ負けるよ。行くよ。三輪で翻弄、ディクソン？なんかすっごいカーブ投げたりするやつじゃないの。でも三輪で翻弄されてたのにな。さあ頑張っていこう。ああストレート反応できん。全然あのカーブがすごい頭くる。ほぼ取って走れ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 。さよなら。ショートゴロでさよなら。スーパーボテロで。さようなら。勝ったわ。いいですね。ほぼノーヒットで勝ったわ。っていうか3本もヒット打たれてんのに完璧に抑えれてて、延長になってバントして梅ちゃんがしっかり見てフォアボールで超ボテボテのショートゴロでホームセーフのさよならっていう、ほぼノーヒットで勝ったわ。いいんです、カチャ。すごくない？ノーヒットやで。も
もうちょっと000は恥ずかしいですね。言いかけたわ。ああ、買ったわ。そういや、ダルビッシュのなんか企画があって、ガチャがもらえてるので、あれ引こうか。あとなんかドリームキャラバンめっちゃ回って、まあめっちゃって言っても20周弱ぐらいしかしてないけど、じゃあダルビッシュからのプレゼントいただこう、ダル、ありがとう。無課金、しかも始まって3週間の俺にとってはすごくありがたいよ。今のオーダーで言うと、キャッチャー梅ちゃん A で、ファーストが大地の S でしょ、でセカンド殿崎の S でしょ、でサードがマッチの S、ショート坂本 S、レフトが吉田正尚 S の、ライトが亀 S で、センター秋山ちゃん B なので、でも俺センターがいないの、ね、1人も。 DH が中村翔吾の A っていう、789がちょっとやばいじゃん。センターキャッチャー、あとめっちゃ打つやつ欲しいよね。だから柳田グラシアル回が欲しいよね。忘れないように、俺もすぐ忘れちゃうから、自チームもソフトバンクに変えてるんだよね。ガチャ行くときに忘れないようにしようと思って。 B ランクのやつのガチャをいっぱいしよう。でも B でも能力上げるのにいるんですよね、特訓で。さあ A も引いとこ。加山、平、ディクソン、ボア、どいつが使えるかまだ分かんないもんね、俺レベルじゃ。勉強しないといけないよね、誰がリアタイでいいのかっていう。じゃあゴールド契約書引いてみようか。さあこっからのセナルのチャンス。あ、何も送らなかった。全員 B だった。でもなんかあるらしいのね、確率によっては。2.5% らしいね。2.5番、結構あるね。でも全員 B だった。じゃあ誰にもらって S 契約書行こうか。自チームじゃなくてフリーの方を先やった方が、それで欲しい人が当たったら違うチームのとこ行けるもんね。じゃあまず今日はダルからもらった、ありがとうね。知らない人いるかもわかんないけど、北京オリンピックでバッテリー一緒に組んでるから。あと俺ホームラン持ってる子だ、ダルビッシュから。三振もめっちゃしてるけど、引こう S。 だからセンターか、センターキャッチャーめっちゃ打つ外国人か、 DH に置けるようなやつが欲しいよね。さあ行きましょう。さあダルからの贈り物、最高よ。まあ、S が出るのは確定してるからね。誰が来るかだよね。センターがキャッチャーか、めっちゃ打つ DH に入る人。小林だー。すごくないこれ。よし、ここ育てよう。すごくない、欲しいやつを取れるってすごくない。しかも小林とか守備めっちゃいい、守備いいしね。ショーイング A 型 A だもん。で守備 B だし。ふぅー、ありがとうございました。